おはようございます。朝6時59分こんな朝早くから活動してるの久々。あ、7時になった。最近プロテインを飲んでます。これ薄いココアみたいな感じの味のやつ。このシェーカーは普通にネットで買って夜寝る前か朝起きてすぐ、なんかその時間飲むといいみたいな感じのネットで見たので、最近ね筋トレとかをしてるからこれで筋肉ついてくれないかなと思って、まあ夏に向けて体型をちょっと綺麗にしたいなって思って、ダイエットっていうよりはこう体力作りじゃないけど筋肉をつけたりとかボディメイクとか健康的に生きてるんですけど、その生活を1日今日の動画では追ってみたいと思います。なんか結構全身が映ってる動画とかだと、え、とどろきちゃん痩せた？とかめちゃめちゃ言われるんですけど、ちょっとまだね体重もうちょい言いたくないんですけど、本当に驚くと思う多分。まあとにかく今年の夏は水着が着れるようになんとかしたいって思ってます。髪の毛も短くしたことだしね、今年はちょっとこう明るく楽しく。今日の予定はとりあえず今7時ちょっと過ぎくらいなので1本動画撮ろうかなと思って、今そこにね用意してあるんですけど、動画を1個撮って編集して、そしたら多分ちょうど昼過ぎとかになると思うので、そのあたりね、今ねダンスを習ってるんですけど K-POP ダンスを習ってて、でそれが今日なのでそれに行ってきたいと思います。 K-POP ダンスめちゃめちゃ痩せる気がする。やっぱこうこの腰をさくね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 とかさバーンとかさ、そういう動きが多いからなのか、私が一番気にしてるところが下っ腹なんですけど、あとお尻とかなんかそのあたりが結構ボテッとしてんなって思って、それをね気にしてたんですけど、こう K-POP ダンスのねこうクイクイっていう動きが効いてるような気がするんですよね。もうマジでショートヘア楽すぎてもう戻れないかもしれない。朝シャンが苦じゃない、だってすぐ乾くからさ。あ、カラコン入れてない。じゃあ動画撮ってきまーす。動画1本撮って編集も終わったので、これからダンスレッスンに行ってきまーす。え、本当に汚い。帰ったら絶対拭く。はい、この日は2時間で、ね、みっちり振り入れをしてもらって、本当にギリギリ1曲覚えたみたいな感じ。すごいね、ダンス上手じゃないんですけど、全然すごいんだよこれ。この曲はエヴァーグローさんのダンダンダンって曲なんですけど、この本当に見た目以上にもハッハッって心拍数が上がるような感じの踊りなので、これダンス完璧に踊れるようになりたいですね。踊れるようになったら可愛いんだろうなっていうか、かっこいいんだろうなとかって思うんですけど、いつかね動画にしたいなって思ってます。筋トレをしておこうかなと思います。私普段はねパーソナルジムに通ってるんですけど、その約束の日以外はなんか自分が好きな時に筋トレをすることにしてるので、ちょっとちょこっとやって寝ようかなと思います。ちょっとお水持ってこよう。2リットルだから軽いんですけど、お水を持ってやったりとかします。あれ、こっちでいいんだっけ、こっちだっけ、あ、分かんないわ。ブルガリアンスクワットはこんな感じで片足でスクワットをしていくやつなんですが、正しいフォームを覚えずにやってしまうと膝痛めてしまったりとかってするので、これこの動画見てやらないでください。ちゃんとした人に習ってやっていただけるとありがたいです。なんかやったか忘れました。このお尻から伸びてる筋肉を鍛えてるらしい、まあ、自分でやった時はそんなにきつくない範囲でやってるんですけど、ジムだとこれもう限界まで下ろすやつを3セットとかやるので、次の日
ここが痛くてたまらなくなります。よし、行くぞ。10回でいいや。そう、1日30回やって1週間で飽きるくらいだったら5回でもいいから3ヶ月続けた方が効果が出るって私は思っている。はい、というわけで今日1日終わりました。と言ってももう2時くらいなんですが、今日は結構運動した日ですね。もう元々が引きこもりなんで、ダンス2時間してちょこっと筋トレ自習的にやってみたいな。日によっては筋トレを主にやって、その後にこうボクシングしたりとか、あとはウォーキングしたりとか、ウォーキングマシンみたいなやつ使って運動したりとか、その日によって楽しく自分のやりたいようにやらせてもらって、健康的にね生きることを最近心がけております。今日実はですね、この下に聞いたことあるんじゃないかな、グラマラスパッツっていうものを履いておりました。今日一日ずっと履いてました。ダンスする時もさっき筋トレしてる時も朝からずっと履いてました。これを一枚履いてるとお腹とかお尻とか私が気になってるところらへんですね、そういう気になるところを補正してくれるっていう役割があります。締め付けが程よいので苦しくもないし、通気性がいいから蒸れたりとかしてすごい気持ち悪いみたいなことにならないので、すごくねお気に入りです。履くとキュッと補正してくれて細見えするので、全身鏡が家にある子は履いてる時と履いてない時で見てみてほしい。ボディラインが綺麗に見えます。着圧系のスパッツとかって結構動きにくいんじゃないのとか、そういうイメージがあると思うんですけど、私結構ダンスそのまんましたりとか、こう筋トレしたりとかしてるので履きながら全然動きやすいと思います。まあ、長さがあるのでお仕事で制服がある人とかは日中履けなかったりとかってすると思うんですけど、こうやって家に帰ってきて足疲れたなっていう時とかに履いても結構すっきりした感じがすると思うからいいかもしれないです。ちなみに夜用のナイトスリムっていうスパッツもあります。友達のインフルエンサーですっごいグラマラスパッツ愛用者がいるんですけど、なんか私のことよく知ってる子だったらなんとなく見当はつくんじゃないかなって思うんですけど、まあ、言ってもいいか、ももはちゃんなんですけど、もう本当にガチで愛用してて、もう毛玉だらけになるまで履いてるらしいこの辺まで長さがあって姿勢も自然とサポートしてくれるので、ダンスの時とかもすごくいいし、ボディラインがくっきり出るような服を着た時とかにヒップも上がってるような気がする。すごいこう綺麗に見える。毎日履いてないと不安になる人もいるっていう風に企業さんから聞きました。寝る時はこの夜用を履いて寝ると朝足がすっきりするそうです。じゃあもう2時半なので私もお風呂に入って寝たいと思います。まあ結構ねダンスやった日なんかはストレッチすでにやってるからあんまし合わなかったりするんですけど、やると気持ちいいのでしたりとかしなかったりとか、特に決まったやり方はないので、自分が気持ちいいと思った角度にとにかく曲げています。で、下にこれ履いてます。夜用のナイトスリム。時間がある日はこんな感じで足のマッサージをしたりとか、私足だけが長所ですみたいな言ってた時もあるくらい足はね、大切にしてるので、まあ本当にできる時だけですけど、ここでこうギューッと押してあげたりとか、なんか心臓に向かってマッサージするといいみたいなことを昔聞いたのでそのようにしております。あと裏をねこうやって全体でギューッと絞り上げてあげたりとかしてます。というわけでですね、こんな風にしてボディケアをしております。本当にその日によってやりたいことをしてます。飽き性なので
一回嫌だって思っちゃうと続かないので、ダンスしてみたり筋トレしてみたりグラマラスパッツ履いてみたりっていう感じで、今のところいい感じに健康的な体になってきているかなと自分では思ってます。今日使わせていただいたグラマラスパッツは概要欄からチェックできますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。私的には結構日中今日やったみたいに服の下に仕込むっていうか履けて、履いている時に綺麗に見せてくれるっていうのがすごくいいなって思います。こう一日で綺麗な体って手に入れられないので、このシルエットに近づきたいなっていうようなモチベーションにもなると思うので、とてもいいと思います。おすすめです。じゃあすいません、ちょっとこんな格好でなんですが、今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。